どうぞご覧ください。これ見んのやだな、すっごい嫌かも。あれ恥ずかしい。実は2ヶ月間にわたる撮影現場ではほとんど会話がありませんでした。かなり内気な2人。しかし主演の映画監督にも大切な役割があります。これ待ち時間ですよ。だってそれは作品を知ってもらい喧嘩してるとかないですよね。全くなんて本当だ。誰よりも人見知りな浜辺美波と他人との関わりに消極的な北村匠海今でも覚えてますね。これ衝撃的でしたね。衝撃的です。衝撃的だったんです。すごくすっごい緊張しました。どうした顔なんか全然違うよね。本当に何の顔してるんだろう。こんな顔じゃないか。お話されるんですか。そうですね。むちゃくちゃ猫背やな。すごい移動中ね。いやなぁ、無駄いやいや、おかしいくらい離れてる。ロボショーがディスタンス取ってたら1日間目まぐるしのディスタンス取ったわね。2メートル上げたわね。移動に次ぐ移動、絶え間なく向けられる無数のカメラの視線、取材陣からの矢継ぎ早に繰り出される質問に二人は緊張しながらも真摯に対応しています。食べたい。全国に行った取材のキャンペーンの様子、お二人久しぶりに見ました？いや久々というかね、なんかもう恥ずかしくて消え去りたいです。でもすっごい初々しい感じでしたね。めっちゃ大変だったよね。ねえ、285媒体なんで。そう、1日にもうね20媒体ぐらい、1日にもうすごくて、もう日本10回って2人で、浜辺さんどこにいるか分からなくなっちゃうことなかったですか？これだけ言ってたら、そうですね、本当美味しいものを食べてどこがどこかって覚えてました。思い出すような、はい、そう